はい、ヒルビル放送局、今日の今日のアウトプットじゃなかった3日ぶりぐらいでちょっと頭なんかもやっとして、あれなんだっけとか思ったんだけど、ワケリダイエットウォーク、今日も歩いて40分、片道40分の時間を歩きながら、おしゃべりしていきます。ただね、今日はちょっと風が強いんで、マイクのそばにね、顔を近づけて喋りながら歩いてるんですけども、もしかしたら撮るだけ撮ってボツなんてこともあるかもしれない。ボツになったらボツになったで、まあ帰宅後ね、また撮り直そうと思ってるので、ボツになったらボツになったということを、お話します。その時にね。で、ですね、今日のテーマなんですけども、今日のテーマは、人間の存在欲求について、ちょっとお話していきたいなと思ってるんです。うん。というのは、本当はね、今日はね、なんか、思いついたっちゃっていうか、なんかね、ちょっと時間について、ちょっとお話したいなと思ってたんですけど、まあ、時間のに話し始めたら、どうなんだろう。何分も持たねえやと思って、それでまあ時間に行くまでに、いや、その前にもっと大事なことあるだろうと思い立ったのが三大欲求です。で、まあ三大欲求っていうと、私はね、あんまり気にしないで思ってたんですけど、性欲と食欲と睡眠欲だと思ってたんですよ。ごめんなさい。全然違ってた。そう。一番は性欲。うん。性欲。そう。繁栄欲っていうのかな。まあ、性欲なんだろうな。そう。性欲が正しいと思います。いやいや、ごめん。今調べたんだけど、性欲が正しい。一番目性欲。二番目食欲。三番目は安全欲です。はい。そう、はい、そうね。当然安全欲だってね。そう。睡眠欲も多分安全欲の中に入るんだろうな。まあ、仕事の関係とか、家族の関係とか、まあ、食欲、性欲はわかるけど、それ以外はみんな安全欲に入るって言っても間違いないぐらい大事な欲ですね。はい、まあ、そんなわけで、おー、すげえ、寒っ。今ね、4時38分くらいで、いつもにちょっと早めに出たんだけど、まあ、風が強いしね、そう、天気もまあ良くないな。深夜もうちょっと晴れてて、お月様も見えたんだけどな。まあ、それで、いやー寒い。そう、まあ、愛用のでかい傘で、風を防備しながら歩いてるんだけど、これ使ってると前が見えないからね。うん。そう。まあ、それで、その三大欲求の中の、まあ、性欲は、ちょっと後にしようか。食欲ね。まあ、16時間断食をやってる私にとっても、やっぱ食欲って大きな問題で、やっぱりね、ふっとね、気を許すとか、なんか、作業してて、ふっとなんか、手が空いたりとか、そういう時に、なんかパッと最初に頭の中で浮かぶのは、なんか食べたいなぁと。なんか食べたいなぁと思うんですよ。うん、私の場合一番最初に来るね。それが、食べたいなぁで終わればいいんだけど、ご存知の方もいるかもしれないですが、私の部屋から一番近いコンビニまで、布団を出て、まあ、コートかなんか着て、買い物して、レジに並ぶまで、なんと、10分かかりません。そう、5分で行けるんじゃないか。レジにね、誰も並んなかったら多分、並んなくて、買いたいものが決まってれば、もうね、布団出てから、コンビニのレジで買い物終わるまで、5分かかんない距離なんですよ。だから、もうね、食べたいと思ったらすぐコンビニ行けちゃうわけですよ。それを、しないっていうのはなかなかね、勇気がいるっていうか、まあ、そう、自分の中でしっかり意識持ってないとできないような状況なんですが、まあ、そんな時にね、もう先週から、
もうこの1ヶ月間、2ヶ月間がもうずっとその戦いですよね。で、まあ、16時間断食なので、まあ、基本的にね、断食以外の8時間は、まあ何食べてもいいんですけど、食べるものによってはやっぱりね、血糖値爆上がりしちゃったりとか、まあどうせならね、加工食品はやめた方がいいし、そう、デトックスにね、影響出るから、加工食品はもちろんやめた方がいいし、そう、確実に、ね、糖質だとか、脂質だとか、まあ、特定のね、栄養素に偏りがちなものは、やっぱりね、リスクを伴います。体重の断食でも。そう。オートファジーが効いてね、まあ、そんな体にドバッと、反映するってことはないにしても、まあ、そんなわけで、できればね、コンビニで、菓子パンとか、ドーナツとか、アイスクリームとか、そう、一番やばいのはお酒とか、そう、特に寝る前に、まあ、もう、お風呂に入ってから、やっぱり寝るまでに、ついついスマホを見ちゃったりするわけですよ。うん、まあ動画見ちゃったりとか、というかまあ動画を聞きながら、目を閉じて寝ようとすると私はさっと寝れちゃうんですけど、そう、そういったそのタイミングになんかお腹減ったなとか思っちゃうのよ。そこで、まあね、家にも、まあ普段からね、全く何も置いてないんだったらね、まだしもう、まあ、ちょっと手加えれば食べれるようなものがいっぱいあるわけです。そう。まあ、最近やったものだと、オートミール。うん。私の主食はオートミールなんですけども、オートミールって、まあ、一食にだいたい 200g がいいところなんですよ。食べ過ぎると、ちょっと便秘になっちゃったりとか、いろんな問題が出てくるんです。あれも。うん。まあ、そうなんだけど、まあ、オートミールがまあ、あるから、と思うと、オートミールに、蜂蜜をかけ、きな粉を入れ、そして豆乳を入れて、ちょっとくちくちくちってかき回して、そう、電子レンジでチンすると、めちゃくちゃポカポカの寝る前に食べるにはちょうど良さそうな、そう、ゆるいスイーツができるのよ。そう、それをね、食べちゃうと、まあ、食べちゃった時間から16時間になるわけだから、またご飯食べる時間が遅くなるし、ね、まあ、本来はね、食べてから3時間は寝ちゃいかんわけよ。そう、でも寝ちゃいかんわけいかないから、まあ、寝ちゃうわけじゃん。まあ、それするとね、翌日の、そう、体重はどうなのかな、体脂肪いっぱいどうなのかな、私の16時間断食はどうなったみたいな気持ちになっちゃう時もあるわけ。うん。で、まあ、先週に至ってはね、そう、どうしようもないかお酒飲めたんで、あったお漬物を引っ張り出して食べちゃったとか、まあ、コンビニ行っちゃって、まあね、ウイスキーを、200cc だかな、のウイスキーを買ってきて、まあ、100cc ぐらい、1リットルの水で割って飲んだんだけど、まあ、大好きなバタピーと、大好きなポップコーンと、大好きなドーナツ買ってきて、パコって食べて、そのまま、ほぼ切れすぎる、寝てしまったみたいなことがあったりして、まあね、私にとっては食欲って本当に厄介なものなんだけども、まあ、ただね、ちょっとね、考えた。まあ、お財布事情的には何でもかんでも買えるわけじゃないんだけど、お腹減ったら、意識を別の方に持っていく方がいいんだと思うのよ。まあ、そこで最近とか、昨日、今日、試みてるのは、そう、ネットショップを、いろんなね、ネットショップをサーフィンしながら、そう、買う買わないを別として欲しいなって思うものを、チェックしていくっていうのをしてます。お腹減ったらネットショップを見るんだ。それを見る間に、だんだん欲しいなとか、そういうの増えてくるじゃないですか。アイデアも増えてくるし。そうするうちに、なんかもう、時間が過ぎて、一回になっちゃうのよ。今の私にとっては、まあ、それがね、もしかしたらそれが、ちょっと空腹というか、肉体欲求、食欲を抑
入る中、一つの突破口になるかな、なんて、ここ数日、2日間ぐらい起こってます。はい。まあ、そして、本来、そして、次の欲は、安全欲に、関数に自由に行こう。性欲。わあ、すごい。性欲なんだけど、もちろん私にも人一倍以上に性欲があります。はい。朝からね、もうほんと、月曜日の朝から性欲の話っていうの、ちょっとね、しかもこんな風の中、傘で音が入らないように気をつけながら。うわ、すごい。そう、まあ、性欲の話なんだけど、ね、どう話せばいいんだろう。なんて言うんだろうな。やっぱ性欲ありますよ。私はね、性欲っていうか、性欲って言うんだろうかな。自行為に対する欲求が結構あって、まあ、自行為なんで、まあ、オナニーですね。そう、だからね、それがね、ちょっとね、なかなか人と比べようがないからさ、本当のところはわかんないんだけど、本当若い頃からというか、小さい頃から、自行為に対する欲求が強かったと思う。まあ、そんな話を、男の子とはね、しないし、まあ、女の子と話しても、本当仲のいいことしか話しないから、そう、で、ほんとね、まあ、飲み屋さんでね、ニューハーフの店で働いてた時は、まあ、深夜遅くなるとそういう話でも出会ったりしたけどさ、まあ、その頃には酔っ払っててあんま覚えてないし。でね、まあ、だからデータとして少ないから何とも言えないんだけどさ、まあ、男女ともに、自行為はみんな好きよ。多分嫌いな人なんかいないんじゃないかな。そう。ただ、自行為に対して思ってることは結構違うかもしれない。そう。まあ、人によって違うかな。性別によっても違うし、人によっても違うと思うんだけど。私はね、私は、まあどう思ってるかって言ったら、まあ、あっからさまに人に見てもらいたいとかそういうのはないけど、と、でもなんか聞かれれば答えるぐらいなものかな。そんなに恥ずかしいもんだとは思ってない。それに、隠さなきゃいけないもんだとも思ってない。そう。まあ、さすがにね、堂々と、マイクでね、世界中に向けて話すっていうのは、まあ、勇気いるけどさ。そう。だから、まあ、するよ。そう。でも、最近はちょっと減ったかな。まあ、多い、ほんとね、若い頃、G 恋を覚えたばっかの頃、私がね、G 恋を覚えたのは、だいたい小学校4年か5年ぐらいだと思うのね。もっと古くは、鉄棒とか、小さい頃、小学校に私の小さい頃は、縄じゃなくて、木の棒を登る、登り棒ってのがあったの。その登り棒を登ったり降りたりするときに、そう、あそこがさ、擦れて、ものすごい気持ちいいのよ。まあ、知ってる人はいっぱいいると思う。もしかしたら男女ともに気持ちいいのかもしれない。そう。まあ、それが快感でね、もうそっから動かなかったみたいなことが、やっぱ小学校1年、2年の頃じゃないかな。そう、その頃はまだ自慰行為っていうか、もうほんとそれが気持ちいいってことを知っちゃったって感じかな。そう。ただね、いろんな女の子に聞くと、そう、女の子もやっぱり自慰行為を知っちゃうのって、やっぱそれくらいみたいよね。まあ、もちろん人それぞれなんだけどさ、そう、私が聞いた中では、そう、たまたまお風呂入ってて、そう、洗ってるうちに気持ちいいことに気づいちゃったとか。そう。でも、人に言えないから、誰にも言わなかったけどさ、みたいな。こっそり気持ちいいことは知ってたよ、みたいなことを、まあ、結構聞く。そう。男
の子には、なんかね、どっちかというと、鉄棒とかそういうのが多くて、まあ、ちなみに、うちのお母さんは机の角だって、私の最初の彼氏は机の角だって言って、それで酔っ払ってね、お母さんとお母さんの妹と、私と3人で飲んでる時に言ってたんだけど、そのお母さんの妹が爆笑しちゃって、部屋にあったあの机でしょとか言って、そう、よく知ってねえなんて話をしたら、実は私の最初の彼氏もあの机で、ものすごい爆笑したのを覚えて、うん、私の友達の中では、初めての、男性のあれだと思ったのは、なんか、ムースだったっていう人もいる。ムースが、頭につけるムースがちょうどいい大きさだったかもしれない。初めての相手は、ムース、パステルカラーの緑っぽいムースだったっていう友達がいたな。そんな感じでさ、まあね、人に言えないだけに、爆笑、自己意っていうのが、まあ、いっぱいあると思うんだけど、そう、うん、ね、そう、あとね、まあ、男の子の中だと、右手派、左手派っていう話もあれば、俺は両方で、両方平手で、こするのがいいっていう人もいれば、そう、私がね、人から聞いて、そんなことあるとか思って、試してみたのが、体操ズボンというか、まあ、トレーナーだよね。小学校とか中学校でさ、着るようなトレーナー。そう、下に何も書かずにトレーナー履いて、まあ、ヨガでいう、コブラの体勢。うつ伏せに眠って、うつ伏せに行って、腕を立てて、コブラの体勢っていうのがあるんだけど、コブラの体勢になって、そして、畳に、対して、腰をフリフリすると、こう気持ちいいっていうことで、もうそれはね、やってみたことあるな。あとね、もう私がやったことあるのはね、他にだと、カップヌードル。カップヌードルにお湯を入れて、蓋をガムテープかなんかに閉じて、で、人肌までなったら、後ろの方に穴を開けて、その中に入れると、そうすると気持ちいいらしいっていうのを、そう、日本のお店でね、働いてるときに、お客さんが入れてて爆笑してて、お客さんが帰った後に、飲み屋の女の子ばっかりなっちゃってさ、本当に気持ちいいかどうか試してみようとなり、その時に、舌がね、しっかりついてるのは私だけだったけどさ、じゃあ、まあ、お前がやれってことで、やってみたな。でも外はね、ヘドハラだったのが、なんか、ってさ、あっちよ、これ、みたいな話で、そんなことがあったな。まあ、有名なこんにゃくは試したことない。でも、過去に、そう、なんだっけ、海辺の町でね、岩手県の宮古市で働いたときに、やっぱね、漁師さんは、そう、外に出ると、結構ね、お魚さんと関係を持つ方が、いっぱいいるらしくて、そう、イカさんが気持ちいいとかね、イカさんのね、内臓引っ張り抜いて、引っ張り抜いてが気持ちいいとか、マンボウが気持ちいいとか、エイが気持ちいいとか、そういうのはね、結構聞いたな。そう。まあ、気持ちってあんな冷たいもんね、みたいな感じだけど。そう。冷たきゃ気持ちも何もないんじゃないかなと思うんだけど、まあどうなんだろうね。そう。私はお魚系とか動物さん系はやったことないな。有名なバター犬ってあるじゃん。バター、あそこにバターの味を占めさせて、バターの味が好きになった頃に、あそこにバターを、バターをペロペロするって、それが気持ちいいっていうのを、そう、私は、そう、猫でやったことが、
そう、猫ちゃん、でも猫は、そう、うちの猫、ほんとごめんね。まだ、もうあの世に行って結構経つけどさ、もう猫に、猫は、あの、バターがあまり好きにならなかった。そう。で、友達のね、友達が女の子なんだけど、そう、なんかもう自分で飼ってるワンちゃんに、ワンちゃんをバター犬に仕込もうとしたんだけど、そう、なんか、大型犬じゃなかったから、小型犬だったから、そう、バターが好きになっちゃう前に太っちゃって、これはダメだってことになったみたい。結構みんなそういうことやってるんだね。そう。うん。そんな感じでね、まあいろんなことがあるけど、あの、性欲ってさ、満たそうと思う。人それぞれ性欲の満たし方違うし、人それぞれ、感じ方も違うからさ、まあ、性別もそうだしね。そう、だからまあ、人に言えない本当秘密のね、話だよね。だからまあ、性欲の話もいっぱいあるし、そう、いっぱいある。でね、まあなんで性欲の話っていうと、最初に言った通りに、まあ時間？うん、時間。そう、時間、なんかとなくね、時間が今日なんか頭の中にちらついて、今日時間についてなんか喋りたいなと思ったんだよ。そう、ちょっと待ってね。いやーすげー寒い。はい、あれからね、10分ぐらい経ってるんだけども、再開です。あんまり土手の上が風が強くて、そう、一旦土手を渡り切るまで、土手じゃないや、橋の上を渡り切るまで、ちょっと、ミュートにしてました。いや、一時停止だな。ミュートじゃないね。そう、渡り切ったら、もう、桜がね、ほんと風が強かったから、ほんともう、まばらになっちゃって、ピンクよりも緑というか、枝の色が目立つようになっちゃってる。まあ、しょうがないね。そう、桜は、地際も大事よ。まあ、それで、まあ、さっきの話の続きなんだけど、三大欲求の一つ、性欲の中の、あの、中で、なんで痴漢の話をしようかと思ったら、まあ、私はね、痴漢されたい欲求ってのがあるわけよ。うん。そう。私ね、そう、ナンパされて、そのままホテル行っちゃったりとか、まあ、若かりし頃はね、20代半ばぐらいの頃は、スタービーチっていう出会い系でサイトがあって、スタービーチで遊びまくってて、そう、毎晩、寝るところはホテルみたいな。で、一緒にエッチする相手も毎日別みたいな、そんな生活をしてたのよ。そう、もうね、ほんと、大きい人から、小さい人から、長い人から、短い人まで、まあ、いろんな方がいらっしゃったけど、まあ、そんな生活をしてた頃があったんだけど、うん。そう、まあ、さすがにね、今は、そんなことありませんけど、うん。でもね、その頃から、痴漢された欲求と、交換された欲求というのがあって、そう、それはね、そう、そういう、シミュレーション的な遊びはしたことあるけど、まあ、ガチなやつは経験ないの。そう。でね、もしかしてそういう人って、まあ、何パーセントかぐらい、まあ、数パーセントぐらい、普通の女性の中にもいるんじゃないかなって思ってるわけよ。まあ、それで、チャット AI に聞いてみたら、トントラデータはないとか言われちゃって、そっか、ないのか。やっぱデータに残ってないのかと思ったら、チャット AI はね、まあ、いずれにしても、女性の 34% ぐらいは、痴漢被害に遭ったことがあるというデータがあるっていうのだけは教えてくれたの。なるほど、34% か。そう。多いのかな？少ないのかな？わかんないな。今日うちの母親の話いっぱい出ますけど、うちの母親は、そう、40歳くらいの時に、なんか映画館の前で突然後ろから来た高校生みたいな、若い子に、後ろから胸をわしづかみにされたことがあるらしくて、それをされた日にね、なんか興奮気味に私にそれを、そう、怒っていてたっていうのを聞いたことあるんだけど、怒ってっていうか、びっくりしたって言ってたな。何が起こったんだろうみたいな感じで言ってたな。
うん。まあ、それで私の三大欲求の性欲の中に、そういうちょっとね、どうなのって、なかなか人に言えないような、そう、欲求があったから、まあ、それについてね、ちょっと話したいなと思ったんだけど、ね、話してもさ、どう話を広げたらいいかわかんないから、人間の三大欲求の話にしたわけ。で、人間の三大欲求の話にしたら、意外なことに気づいちゃったのよ。まあ、それ何かっていうと、三大欲求はさ、性欲、食欲、安全欲なんだけど、日本人のね、三大欲求は。で、その安全欲なんだけど、私はね、安全欲が、欠如してるというか、ないというか、ほとんどない。そうそうそう。そこがね、私の一番の、自分でもよくわからない疑問点だったり、悩みだったり、そう、なかなか周りに理解されなかったりとか、そう、いろんな問題を勝手に抱え込んじゃうみたいな、増えちゃうみたいな、の原因なんじゃないかなと思って、そう、なんかね、あるんだよ、あるんだけど、ある日突然ね、まあ一回になっちゃうの。まあ一回になっちゃうと、そっからプーみたいな感じで、そう、今までどうしようどうしようどうすればいいのかなって、悩んでたのに、いや、安全欲なんだけど、安全になんとかしようじゃなくて、危険が迫ってからようやく安全信号が入って、危険が迫りまくって目の前に来ると、まあ一回になっちゃうのよ。そうそうそう。そんなもんだからさ。そう。本当、人生問題だらけよ。そう。まあでもね、問題がある方が、私の中では日常すぎて、問題は問題じゃないっていうふうに思ってしまってるのも現状、現実。うん、そう。まあそんな感じでね、安定欲求の欲求がおかしい。それは多分さ、なんだろう。何かしらのさ、発達障害かなんかなんじゃないかなって思うよ。そう。調べれば出てくるんだろうけど、そう。まあ、そこにね、私がフィーチャーしても、うん。別にね、あ、そうなんだ、くらいしか思わないし、だから周りにどうしてってわけでもないからさ、まあ、いちいち調べたりはしないけど、そう。そんなことはあり得るなと思って。うん。みんなどうなんだろうね。まあ私の周りの人たちはさ、普通に安全よね。安全のためにいろんな事前にさ、こうしなきゃ、こうしなきゃっていう風に行動できるよね。私はさ、それがほんとできなくてさ、頭ではわかってるんだよ。頭ではわかってるし、こうすれば解決できるっていうのを、そこもしっかり明確に見えてるのに、やらないの。そう。全然やりたくないの。もうやりたくないんだよね。やらないのじゃなくてやりたくないの。そう。で、目の前に来て、ほんと良いよ。そうだな。そう。遠くにさ、凶暴そうなワンちゃんがいるのに、あ、いるしか思ってなくて、目の前に来て、ワンワンワンって褒められて、ビーってどうしようと思ったんだけど、いよいよ噛まれると思って、近づいてくると、噛んでみたいな感じで、お尻を向けちゃうみたいな感じのね、ほんと、そういうね、ややこしい、どうしたらいいかわかんないような、そう、安全欲求だね。と、それがね、うん、多分さ、もう治らないというか、もうそれでいいやっていう風に、なんか最近は受け入れちゃってるからさ、まあ、治ることも治そうとも思っちゃいないっていうのが、まあ、一番の問題かもね。そう、ようやく着いたけど、着いた頃なんて風が弱くなってきた。うん。まあ、そんな感じでさ、今日はね、私の、ちょっと、おかしい三大欲求、人間の三大欲求じゃなくて私の三大欲求はちょっとおかしいっていうような話をしてきました。そう、もう時間はね、まだ5時15分ぐらいで、あと、10分ぐらいはお話ししてられるんじゃないかなと思うんだけど、なんかね、ネタがっていうか今日のテーマ、三大欲求のお話が、まあまあまあいいところで着地したと思うので、今日はここら辺でやめたいと思います。そんなわけで、今週は、今週もね、今日日曜日から収録してます。で、スプーンに関しては、日曜日の、この後、朝6時にはアップします。そして、YouTube および他のポッドキャストに関しては、明日の、
朝6時にアップしますね。皆さん、皆さんが聞いてるのは多分ほとんどの方が、日曜日、月曜日になってると思います。なので、月曜日の朝、もしくは月曜日の夜かわかんないですけども、朝からっていうか、私のね、いきなり始まったバカ話と、大暴露大会から、けったいなやつやなと思いながら、心の中で爆笑して、今週一日を楽しく過ごしていただければいいなと思ってます。そんなわけで、ヒルビル放送局、わけありダイエットウォーク、まこね、月曜日の放送でした。バイバイ。またね。